天津教案は1870年に天津で発生した教案。1858年の天津条約によって、新国内でのキリスト教布教が公認されると、宣教師たちは各地で布教を開始した。宣教師は教会を建設し、違い封権を有し、寛容上官によって特権を認められていた。寛容上官は、 教会に付与された特権で中国人のキリスト教徒も真の法律が適用されないというものである。そのため各地の流民が教会に混入するようになり、各地を横行してトラブルが多発した。また外国人の宣教師は中国の土地建物を購入する権利を得、各地で宣教師が土地を買い占め、キリスト教徒と非キリスト教徒が衝突する事件が頻発した。 キリスト教と伝統的な思想、信仰、風俗習慣は相入れないものであった。宣教師たちは祖先を敬って、天を祀ることに反対し、道教や仏教を邪教としたために、民衆の反感を買った。民衆の反抗には教師たちの支援もあり、初期の衝突の多くは、役人や教師たちの引き起こしたものだった。1870年4月から5月にかけて、 天津で幼児が失踪する事件が相次いだ。6月に薬病が流行し、育英堂では3から40人の子供たちが病死した。民衆の間では、育英堂の修道所が幼児を殺害して、薬の材料にしているとの噂が広まった。6月20日、誘拐犯人の竹乱鎮が逮捕され、教会と信者の王さんなる者が共犯であると、供述した。翌日、 検診地検のリュースグルは、竹ンチンを伴って、育英堂を調査したが、王さんなる人物は存在せず、竹ンチンの供述はでたらめであることが分かった。神父に謝罪し三口通商大臣の高志圧が、前後作の協議に入った。しかしこの時すでに数千の群衆が教会を取り囲み、抗論となり、やがてレンガでの殴り合いとなった。フランスの中天診療時のアンリ本当にいるわ・ホンタニールは、 高し奴に派兵して鎮圧するように要求したが、満足いく回答を得られなかった。フォンタニールは、教会前の路上で、リュースグルと口論になり、発砲して、リュースグルの従者を殺害した。民衆は憤慨して、フォンタニールと秘書を殺害した。さらに10人の修道、女、2名の神父、2名のフランス領事官員、2名のフランス人、3名のロシア人、 30人以上の中国人信者を殺戮し、フランス領事館とフランスやイギリスの協会を焼き討ちした。6月24日、フランスを中心とした7カ国艦隊が天津に到着し、総理各国事務諸門に抗議した。フランスは最初は清氏に対し責任のある役人を処刑するように主張した。清朝は直令総督の祖国藩を調査と交渉のために、 派遣したが、当時の朝廷は戦争もやむを得ずという強行論が多数を占め、情勢は緊迫した。しかし祖国藩はフランスとの戦争を望まず、まず、イギリス、アメリカ、ロシアとの賠償金交渉をまとめて、最後にフランスとの交渉に当たった。調査の結果、育英堂では、幼児の誘拐、障害はなかったと確認し、馬公助、再封鎖、 京コラ騒動の首謀者18人を処刑し、25人を流刑にし、天津地府、張光元、知県、龍すぐるを免職して、銀46万両を外国人への損害賠償として支払い、高市圧を謝罪しとして、フランスに派遣した。当時フランスは、不屈戦争の発生で東洋に目を向ける余裕がなく、謝罪は受け入れられた。交渉の結果に朝廷と民衆は、 不満を抱き、祖国藩の名声は大いに傷ついた。またこの事件のニュースは各地に影響を及ぼし、キリスト教徒と非キリスト教徒の衝突は頻発するようになった。ありがとうございます。